人、物、金をテキサスへ。 CCIM のルークです。10月17日の動画以来、5日間私は訳あってインターネットもテレビも新聞もない環境にいました。その度に毎日アップすると決めていた YouTube 動画もアップできませんでした。この間に私の下の娘、5月にニューヨークの法科大学院を卒業したんですけども、司法試験に受かったというメッセージも入っていました。また円安が進行して150円台に突入してしまいましたね。今回はアメリカの中間選挙の話をまたさせていただきます。ニューヨークタイムズがシエナ大学と一緒に10月9日から12日に実施した世論調査によりますと、11月8日の連邦議会中間選挙でどの政党にの候補に投票するかと聞いたところ、共和党が 49%、 民主党が 45% と与野党の支持が逆転しました。インフレの高止まりがバイデン政権に逆風となっており、女性らの民主党離れを招いていると言えます。9月に行った前回の調査では民主党が 46%、 共和党が 44% と民主党がリードしていました。これまで女性の有権者は民主党支持の傾向が強かったと言えます。9月の調査で女性の 53% が民主党を支持して 40% が共和党を支持していました。今回の10月の調査では両党とも 47% で並びました。現在アメリカが直面する最も重要な問題はトップが経済ですね。雇用あるいは株式市場、そう答えた人が 26%、 2番目がインフレや生活ですね、これが 18%、 そして3位に中絶と移民が 5% ずつ入っています。経済への関心が高まっているというのが現状です。民主党はアメリカの連邦最高裁が6月に人工妊娠中絶を憲法上の権利と認めていた判決を覆すということがあって、女性の支持であるとか無党派層の支持を獲得しようとやっていましたけども、うまくいってないようです。9月の CPI は前年同月比で 8.2% 上昇するなど、歴史的なインフレがバイデン政権にとって大きな批判につながっていると言えます。無党派層の 51% が共和党、 41% が民主党に投票すると答えました。9月に比べて共和党のリードが拡大していると言えます。7月以降ですね、支持が持ち直しつつあった民主党ですけども、再び劣勢に回ったと言えます。バイデン大統領の10月の支持率は 39%、 9月の 41% から2ポイント下がっています。不支持者というのが 53% でからですね、58% にアップしています。タイムズによると、無党派層は特に女性が共和党に傾いていると言っています。バイデンの不支持率というのが民主党を苦しめていると言えます。そんな中、バイデンは19日に EV 電気自動車関連への投資に28億ドル、日本円で約4000億円を使うと発表しました。これによって雇用がですね、8000人見込めるということで、これも中間選挙対策と言えます。中間選挙対策といえば、学生ローン、これに対して、一部免除、一番上の免除をするということがありましたけども、共和党が強い州、今6州ですかね、これに対して連邦地裁へ提訴が行っています。差し止め請求を行っているんですね。これはインフレを悪化させるということと、
まあ、これはですね、懸命に働くアメリカの労働者にとって、まあ、不公平になるということで、まあ、提訴しています。まあ、本当にですね、中間選挙、まあ、もうすぐですけども、結果が楽しみです。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録、よろしくお願いします。